ジャパンサテライト TV とは、ヨーロッパ及び中東、ロシア、北、アフリカをサービス範囲とした日本語衛星放送局であり、統計13度、赤道上に静止している、フランスユーテルサットが運営する通信衛星、ホットバード6を通じて放送を行っている。運営会社は、2010年4月に NHK、コスモメディアヨーロッパに解消した。 放送内容は日本放送協会及び各民放の番組の再送信が主であるが、日本時間夜19時台の NHK ニュース7、21時台のニュースウォッチ9などは、日本国内との同時放送である。また、連続テレビ小説、大河ドラマ、NHK のバラエティ番組及び FNN、ライブニュースデーズ、FNN ライブニュースイットについては、同日に時差で放送される。 しかし、民放のドラマ及びバラエティに関しては、権利関係の処理のため、日本国内の放送より遅れてしまう。これは、NHK の番組が海外でも放送されることを前提に制作されているのに対し、民放の大部分の番組に関しては、海外での放送を前提に契約等をしていないものが多いためである。衛星アンテナ経由、インターネットサービス JSTV、I、 ケーブル会社経由の3つの受信方法があり、お住まいの地域に合わせて受信方法が選べる。有料放送でありながら、スポット CM が流れる。その一方、一部を除き民放制作の番組を流す、際もタイム CM を挿入しないため、全体的な差しが短くなってしまう。それにより前の番組から次の番組に移行する際、かなりの時間の余剰が発生してしまうため、 スポット CM だけではなくミニ番組が流れる。また2008年3月より第2チャンネルの JSTV にでニュース、情報系、番組、子供向け番組を中心としたテレビ放送が始まっている。有料放送を行うため限定受信方式を採用しており、無料放送の時間を除いて信号にはスクランブル処理を施している。スクランブルには コナックスと呼ばれる方式が採用されており、セットトップボックスにあるカードスロットに放送局から送付された IC チップの埋め込まれたビューイングカードと呼ばれるカードを挿入することにより、スクランブル解除が行われる。見た目では、日本の BS デジタル放送の B、CAS カードと近いが、日本のものはセットトップボックス購入時にすげに付属しており、一枚のカードに 複数の放送事業者との契約情報を付け加えることができるのに対し、コナックスでは放送局単位でカードが発行されるため、複数の有料放送と契約する場合は、その都度カードを差し替えるか、複数のスロットを備えたセットトップボックスを購入する必要が出てくる。ちなみに、英国の衛星放送プラットフォーム事業者、委託放送事業者であるスカイデジタルでは、B、 CAS カード同様1枚のカードで全ての契約チャンネルの視聴が可能である。2008年3月より夜の時間帯にニュース、情報系、番組、娯楽番組、子供向け番組を中心としたテレビ放送を開始した。2009年からは朝の時間帯にもニュースや情報系番組を放送し、朝、夜合わせて11時間の放送となる。 加入者向けに映像で番組表を音声では NHK ワールドラジオ日本とのサイマル放送が行われている。2008年の北京オリンピックと2010年のバンクーバーオリンピックの開催期間中は NHK ワールドラジオ日本のサイマル放送そのものを全面休止していた。そのためこのまま NHK ワールドラジオ日本を衛星ラジオで聞きたい場合は インテルサット15機の衛星を直接受信しなければならなかった。なお、2012年のロンドンオリンピックについては NHK ワールドラジオ日本がラジオ第1放送で放送されるオリンピック中継の同時放送は一切行わなず別番組差し替えを行ったため2週間にわたる最丸放送の全面休止の措置は一切取らなかった。ありがとうございます。